タロスチャンネル始まるよ。仙台を圧倒して3対0、アルビレックスが勝って J1
本昇格を決めました。そして高木の手にも涙、チームの大黒柱、中古戦で全国的に見た全国的に見た本州の手を追った高木に涙があります。今日2得点の伊藤、いやー宮田さん、はい、1回目というゲーム、決めれば最初でしたけどね。ただ、まあ、いろんな立ち上がりから飛び出しゲームにはなるなと思ってますからね。でそれをなんとか振り上げて最初の1点のゴールが生まれたことで、それが1点の勝利が確信されたようなもんでしたけども、まあ、追加点も取れてね、見事なゲームでしたね。キャプテンの堀米です。2011年の J2 降格を経験している選手、はい、やっぱり信じて積み上げてきたものがここで実りましたね。見事でした。2017年に新潟は J2 降格、そこから今シーズン含めて5シーズン J2 を戦ってきました。徐々に力をつけ順位を上げていく中で掴み取った J1 昇格、6年ぶりの J1 の舞台です。本当にね、これだけのサポーターに囲まれてね、そういうことを成し遂げられた。ちょっとね、スタジアムの寂しい時もありましたけど、ただやっぱり結果を出して、メッセージもこれ答えて、サポーターも今日こうやってね、待ってくれてるっていう、世界遺跡もほとんど空席がないように見えます。一緒に埋まりました。光景がね、本当に戻ってきた、叶ったっていうことが、先ほどね、新潟につながっていきますね。選手たちが涙を流して喜び合っています。キャプテンの堀米、ね、放送席、放送席、昇格を決めました松橋監督にお話を伺います。松橋監督、まず昇格を決めた今の思いを聞かせてください。本当に素晴らしい、昇格できた要因は何だと思いますか。いや、もう様々なものだと思いますけど、やはりそこに向けて、一日一日を、全員がしっかりとやってきたということの成果だと思いますし、まあ、今日は本当に多くの来社のお客さんが来られてますけども、年間を通してもやはり我々は本当にバックアップしてくれる、そういう本当に素晴らしいサポーターに囲まれているというのも大きな要因だと思います。今季は他を圧倒する攻撃的なパスサッカーを見せてきました。この手応えについてはどう感じていますか。まあ、サッカー、基本サッカーはパスが多いのをあれなんで、パスサッカーというところが、ちょっときませんけども、まあ、ただ、我々が、これまで、前監督が、築き上げたもの、それをやはり継承しながら、少しずつでも、前に進めるような形を、取ってきた、まあ、そういう成果がこういう形で現れたということは、本当に多くの方のサポートがあってのことだと思っています。好調とはいえ、なかなかうまくいかない時期もあったと思いますが、そういう時は選手とどのように向き合ってきましたか。いえいえ、もうそんなのは当然で、新潟上がりにずっと行くなんてことはまずありえないので、まあ、そういう時こそ我々は選手にやはりこうこれまでやってきたことを本当に続けられるか、まあ、そういうところに自分に出会えるかっていうところが、できたんじゃないかなと思います。残り2節、気が抜けないところではあると思うんですが、これ今拍手もあります。この昇格の喜びを爆発させたサポーターの皆さんと、ぜひ気持ちを分かち合っていただきたいです。サポーターの皆さんに一言お願いします。はい、まあ、今回のゲームで、昇格というものを確実にした、まず選手を本当に褒めてやってほしいと思います。あと残り2節、我々なりのスタンスを変えることなく、少しでもまたさらなる高みを目指して、頑張っていきたいと思いますので、引き続き応援をよろしくお願いいたします。
正義監督にお話を聞きました。ありがとうございました。ありがとうございました。
京が古巣仙台戦で対戦だったんですよね。最後得点を決めました。2020年に J1 仙台でのプレー経験があるアレクサンドレビナス、3点目を決めました。喜びを爆発させる選手たちです。